今回 JAF カップで富山に来たんですけども、その往復に日産のノートを借りてきました。そのノートのね、今回はニスモでもなくオーラでもなく、最初に出たノートの4駆、あの日産のグランドライブテストコースで、いやこれ全然いいじゃんって言ったやつです。で昨日ずっと、走ってきたんですけども、平均燃費は 18.2 キロ、優秀ですね。ナンバーワンのおすすめですね、このノートの中で。まあ今回ね、できればオーテックのノートクロスっていうのを乗ってみたいなと思ったんですけども、それはまだ乗ってないけども、今のところこれがナンバーワン。いいパワーですよ。そうですね、乗ったことないんで、このノートのいいパワーは。ブースターとかアルミなのか。アルミのブースターだ。なんといってもね、あのワインディングがね、これ好きなんですよ、この車。でこれ四駆なんで、リアに100キロちょっと、130キロぐらい。あの自由で乗ってるわけですよ、はいはいはい、だからね、あのコーナリング姿勢とかね、はいはいはい、すごいいい。確かにちょっと、うん、確かにいい動きがしますね、うん、でそれでこのブレーキングから今度パーシャルに移るってところで、ワンペダルだから、うん、そこであのまるでシフトダウンでいい回転にあるような、あの確かにレスポンスは抜群にいいですから、ね、精度がちゃんと持続してて、はいはい、で4駆はリアにちょっと、強めにあの回線を効かして、あーなるほど、ね、でそれで姿勢を良くしてるっていう、リアの浮き上がりを防ぐという、ね、うんうん、そう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 、あ、まあ、まさに今ね、普通のブレーキでもそういう方向ですからね、うんうん、まあ、普通に踏んだ時に前のめりになるのを抑えましょう、はい、うんうん、なるほど。そういったところで、まあ、常用域だと、まあ、そういったリアをで強く回線を取って、うんうん、ね、あの回線の効率も上がるし、まあ、いい方向でしょうね、はいはい、うん、だから普段乗りも楽ちんだけど、ここまでね、うん、平均燃費 18.2 だし、あなるほど、でそれが街行っても悪くならないっていうね、うん、こういうこの E パワーってあれですよね、どっちかというと高速とか、うん、そういったところよりも街中の方がその燃費の良さっていうのが出ますよね。FF の E パワーに対してリアに50馬力のモーターが乗っかってるんだけど、はいはい、トータルの出力自体は制御されてるみたいなんで、50馬力アップっていうものではないと。なるほどね。で重量は重たくなってるんで、だから FF の方があの加速力自体はいい。ああなるほどね、うん、まあ、結局 FF バージョンと4駆バージョンと両方あるんですね。そうですね、うん、でもこれ俺4駆に乗って、はい、いいじゃんこれって4駆をね、みんなにもね広めようと思ってるわけですよ。まあ確かにあの FF でその E パワーっていうと、いわゆる回線って考えたらフロントしかブレーキかけれないっていうんですかね、うんうんうん、さっき言ったその姿勢とかそういったコントロールっていうのはできないですからね。そうですね、ブレーキ踏まないと自分で、うん、妙にいいですね。いいでしょ。いいでしょ。いやいいんですよこれ、ね、クオリティ高いのこの車。確かにいい車出してきましたね。うん。完全とまた。あ、うまく回線も徐々に抜きますね。でしょ。最近あの最後止まるところをなんか特にヨーロッパ車なんてさ、うん、すごい雑じゃん。うん、そうですね。うん。一回ここに普通で、はい、後ろ来てないんで一回停止させます。
まあ、うん、回生ブレーキ、はい、ワンペダルが、うん、あの回生ブレーキ入って、うん、まあ制動かけるじゃないですか、うん、まあそれずっと一定制度とずっと行って、うん、要は回生最後、うん、抜いてるはずなんだけど、うん、抜いた時にこの G が抜けたりしないっていうことは、うん、はいはいはい、何かやってるのかな、うーん、ひょっとしたらあのこの人ブレーキ屋さんですひょっとしたら ESC のアクチュエーターかなんかで回生が抜ける分を加圧してやって、なるほどなるほど、いわゆる回生強調っていうのをやってるかもしれないですね。うーん、なんでそこが、うん、まあその合わせ込みみたいなところが、まあいわゆるその技術の見せ所みたいなところがあって、うん、なるほど、そこで急にあの止まる前間際に回生が抜けてスーッと走ったりとか、うんうん、逆にあの急に聞いたりとか、うん、そういうことするとやっぱり違和感が出るんですけど、まあ、少なくともこれはないですね、うん、うまくできてると思います。そう、なんかその思ってたのと違う動きがなんか突然顔を出す、うん、ちょいちょい顔を出す車ってよくあるでしょ、うん、そうですね、これはねすごいそういう意味じゃクオリティが高いっていうかね、作り込みがすごいしっかりしてる。だからワインディングをちょっと走るときっていうのは回生強めの、うん、あのスポーツモードっていうのがいいかもしれないですね。はいはいはい、俺昨日ずーっとエコモードでワインディングも走ってきちゃったんだけど、はいはい、いやこうもう全然良かったそれでも、なるほど。でこれのニスモなんて、うん、いやこんなに何限界追求したモデルみたいなとか、ハンドリングに振った車にしちゃったのみたいな感じで、なんだけどあのハンドリングが相当イケてるんだよニスモは、はい、でもあのサーキット走る車じゃないですからね、うん、まあそうですよね、あのミニサーキットで、僕らいろいろ分かり尽くしてる人たちが乗って充電して充電して充電してコントロールラインがズバーンといって一周1キロ、最後は持たないねっていうぐらいなんで、うん、だそこはあの勘違いしちゃダメなんだけど、なるほど、うん、でも十分ワインディングを気持ちよくドライブするみたいなね、でスポーツモデルだぜっていうあの、まあ、乗り心地はかなりこれに比べれば犠牲になってると思うけど、はいはい、そういう楽しみ方ももちろんありなんだけど、これの高級バージョンがノートオーラっていうのがあって、はいはい、オーラはちょっと内装ももうちょっと、うん、もうちょっとってまあいろいろ飾ってあって、うん、でボディ3ナンバーなんですよ。ああなるほどね。それで17インチ入ってる、うん、でそれはそれでなんか評判いいんだけど、俺はこっちの方が好き、うん、あの全体のまとまりがねすごいいい感じですね。いい感じだと思いますよね、うん、あれだし、このクラスにしたら静粛性も結構高いなと思って、そう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 、うん、まあ、タイヤもかなり静粛性の高いタイヤなのかな、うん、オードノイズもかなり小さいですから、ね、そうですね、まあ、それだけ力を入れた車ってことですね、うん、結構いい車だかな。でこういうちょっと路面がうるさいところで積極的にエンジン回して、バッテリーチャージをするっていう方向に作ってるんですよ。ああ、なるほどね、うん、でこれノート E パワー自体は基本はずっとエンジンは回ってますよね。うん、あの停止してる時って例えば なんていうの、まあ、EV モードってあるかもしれないけど、うん、あでもあの EV モードってあったのかな、発進の時だけとか基本的にはあのエンジン止まってるよ。エンジンかかったり切ったりを繰り返してる。そうです。エンジンパワーはあの駆動には使ってないはずです、ね、まあそうですね、モーターだけですもんね、うん、だから、まあ、ずっと発電用で常に回ってるのかなと思ったんだけど、なるほど。こういうとこオフした時とかは、うん、ひょっとしたらあのエンジン止まってるのかなと思って、はいはい、ヒラヒラとね、それがないからね、
なんかその走り味は上質でしょ、すごい上質上質、うん、だからここら辺のクラスの中ではちょっと抜きに出てますね、うんうん、ただまあその分もその分少しちょっと高い、あ、高さがあるからって考えると、はいはい、まあ多分こういった静止性とかね、うん、足回りとかそういうところにもやっぱお金かけてるのかなと思いますけどね、まあ、コンパクトカーのやっぱ超流上クラスって感じですね、うん、そうですね、うん、この良さって乗れば多分分かるんだけど、うん、まあ、どうしてもそのハイブリッド、いや、ハイブリッドっていうかこの e パワーになってるから、うん、まあ、少なくともやっぱ値段がちょっと高いところと、うんうん、あと、まあ、このその分こういった快適なところ、快適性がいいところはあるんだけど、うん、お客さんはどっち選ぶかなっていうところですよね。あのロングラン、ちょっとね、あのロングランできれば結構良さは伝わりやすいと思うんだけど、うん、あのディーラーの周り一周だと分かんないよね、なかなかね、うん、だからまあやっぱこの車の良さを知ろうと思ったら、あのディーラーの試乗コースやっぱ2周か3周はしてほしいですね、うん、で乗れば乗るほど良さが分かるみたいな、うんうんうん、あとこういうちょっとワインディングのところを走らせるとかね、ワインディングがね、ほんと好き、この車。回生のかけ方も、うんうんうん、パッて抜いてもじわっとこうやってかける、はいはいはい、はい、うん、だからあのお母さん運転しても大丈夫なよ、そうそうですね、そうですね、うん、でこの車で俺すごいいいなと思うのが、やっぱフロア、うん、結構しっかりしてる感があるでしょ、うんうんうん、それはもしかしたらバッテリー積んだりとかそういう問題で、しっかりしてる可能性ってのもあるんだけど、はいはいはい、足かかとから、足を伝わってくる、うん、なんかあの安っぽい振動のある車って結構あるじゃないですか、うん、そうですね、それこの車は、うん、これ国産車でこうなったんだっていうぐらいいい感じなんですよ、うん、やっぱその辺がやっぱりあれだよね、そのワインディングを含めて、うん、まあ、トータル的に、はい、多分日産がこだわったところかもしれないですね、うんうんうん、もしかしたらルノーのテクノロジーかもしれないけどね、あ、そうですね、うん、プラットフォーム共用なんでね、はい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 、まあ、そうするとやっぱりヨーロッパって使われるレンジが違うから、うんうん、そこってやっぱ大事じゃないですか、うん、なんでそういったノウハウがやっぱ投入されてるんですよね、うん、やっぱりね、このシャシーの話もステアリングの話でもね、こういうところがこの日本人の普通のお客さんがもう少し分かるようになると本当にいい車って分かると思うんですよね。現にね、例えば BMW とかベンツとかってやっぱいい車じゃないですか、でいい車でやっぱ我々乗ると、あ、やっぱさすが BM だねってなるんだけど、じゃあもし本当にその間違いなくいい車で一般の人もそういった認識を持ってたら、例えばあの中古車市場とかもっと値段が上がるはずなんだけど、やっぱり値段が下がっ、中古になると値段が下がってしまうっていうことは、やっぱり普通の人がその良さに気づいてないみたいなね、はいはいはい、狙い目なんだけどね、そうですね、うん、まあちょっと故障が、部品が高いから故障が怖いっていうのはまあ確かにあるんだけどね、なんだけどまあ買う人もいろんな車をディーラーに足運んで乗ってみて、本当に自分に合ってるのは何なんだろう、で、そう、逆にだからもう実力勝負するようにね、車がね、うんうん、まあ、確かに例えばワインディングにあまり こだわりすぎるとね、乗り心地がスポイルされちゃうんで、なんで自分に合わせた車を選ぶようにすると、うん、多分まあこういった車とか BMW とかメルセデスとかね、うんうん、そういった車もっと売れるんじゃないかなと思うんですけどね、でワインディングが気持ちいいイコール足が硬いはまた違うからね、違いますね、うん、でも本当このワンペダルのこの切れるタイミングぐらいと自然にこのブレーキで止まろうというこの足の動きっていうのが、うんうん、まあ、多分かなりまあ合わせ込む車速抜く、回生抜くタイミングだけの話なんだけど、うんうん、ここって本当にうまくでき、うん、作ってるなと、はいはい、うん、だから自然に、あ、そろそろブレーキ踏まなきゃっ
ていうようなとこで、うまく海星とこのクロスして、自然に止まれるみたいなね。まあ多分簡単なことなんだけど、うまくすり替わりっていう、すり替えみたいなのもしてると思うし、まあいろんな多分人に乗ってもらって、ここだっていうところにしてるんだなっていうふうに感じますね。だからとにかくね、作り込みの良さっていうのは感じる。で、あと例えばライトにしても、最近の日産車さ、これライトちょっといじってくる？ここにさ、出るのよ、こういうのが。なるほどね。これが、ワイパーも出るのよ。ね、はい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 。で、これはアメリカで乗ったあのセントラも同じように。ああ、なるほどね。これって、アイディアですよね、これ、本当に。ね。確かに、こう、これがあって、あれ、どうだったっけって確認する。そう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 。うん、それ、やっぱりシンボル、やっぱこれもこれも、ね。なんか、要するに、そういう意味でも、そう、作り込みが、すごい、しっかりしてるなっていうのを感じるわけですよ。多分、ここら辺のやつっていうのも、きっと、この、自分のこの開発の設計者だけじゃなくて、社内でどういうところを、レベルアップしたら差別化できるの、みたいな、そういったノウハウがいっぱい入ってるって感じしますね。そう。だから文句が俺があるとすると、これライトが消せないんですよ。ライト消すときって一番下までやって、もう一回やると、あ、消えないんだ。消えないのよ。パーキングに入ってると消えるんだけど、ドライブ入れた瞬間についちゃうのね。ここでね、ライト消してみて。あ、消えないんだよね。消えないんだよ。あ、そう、これで消えるんだ。あの、スモールにすると消えるんだけど。でもう一回ドライブに入れるとライトついちゃうの。そう、ついちゃうの。確かに、ちょっとワインディング含めて街中も乗ったけど、気になるとこはないですね。悪いところはね、本当によくできた車だと思います。まあ、なんとなくやっぱりこの、日産も多分コンパクトカーっていうよりも、コンパクトカーなんだけど、この作り、値段が高い分、もう一つ上のクラスで車だけをコンパクトにしたっていう、そんなコンセプトのような気がしますね。いい車と思います。上等な車に乗ってるな今。天気もいいしこれで、これね、あの、驚くことに結構リアシートの乗り心地もいい。津川さん身長いくつだったっけ？182センチ。そう、そうなのよ。なんかこの辺がでも新しい車の感じですね。うん。それで、あれだもんね。リアシートでもっとうるさいかなと思ったら意外と、それが全然気にならないっていう。リアシートの乗り心地グーです。